皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は生理についてお話ししていこうと思います。私、みぞおちからの下半身麻痺ですが、生理は来ます。また私の周りにいる車椅子ユーザーの子たち、脊髄損傷であったりその他の障害がある女性でも生理が来てる方っていうのは多いです。車椅子ユーザーならではの生理の悩みっていうのがあるので、それをお伝えしていこうと思います。女性同士でもなかなか生理のことを話すっていうのが抵抗があるのが一般的というか、そういう方が多いそうです。私はこういうふうに発信することは、特に何の抵抗もないですし、友達同士でも結構生理の話、どういうのがなんかグッズあるかなとか、なんかそういうことも全然気軽に話し合える友達なので、もっともっとみんなが悩みをね、いろんな人に打ち明けて解決できるような世の中になってくれたらいいなと思います。私、怪我をする前ですが、すごく生理が重い人でした。初めて生理が来たのが小学校4年生なんですけど、もう本当に激痛で具合が悪くなるくらい、何も食べれない、もうもがいてもがいて苦しんで、もう痛さなんかも飛ばないくらい、本当にまずお腹が痛くなる人だったんですよね。そこから生理の時もそうですけど、排卵痛、女性だと分かるんですけど、排卵日と生理日って違うんですけど、排卵するその時もすごく痛みが出る人で、結構しんどかったんです。ただ、それも波があって、中学校の時はそんなんでも、耐えれるくらいかな。なんかお腹の痛みっていうよりは、どっちかというと腰とか足とかになんかズーンと重さが来るような感覚に変わってって、でまた高校生になってから重たくなってっていうのが繰り返しだったんです。で結構不順な時もあったので、いろいろ産婦人科で相談してピルを飲むことにしました。で高校2年生くらいからピルを飲み始めて生理の管理をしてたんですけど、ピルを飲むとまず何がいいかっていうと、生理がしっかり、だいたい前後1日か2日ずれ、長くても3日ずれくらいで生理が来ます。出血量っていうのもすごく多かったんですよ。私本当にもう6日間くらいびっちりちゃんと出血量が多いくらい出血が多かったんですが、その出血量っていうのも抑えられて、生理もだいたいマックス1日目2日目が多くても、3日目4日目なんかほぼあるようなないようなみたいなくらいで終わります。なのでもう4日くらいで終わっちゃうのかなっていうのがある。であとはお腹の痛み、その月経痛とか排卵痛っていうのがもうほぼないかったですね。私の場合ほぼなくて、っていうのがメリットであったので、デメリットとかはね、なんか喫煙者はできないとか、あとピル飲んだら太るとか、血栓ができやすいからとか、いろいろある、噂というか、なんかいろんなことも含めてあるんですけど、そういうのでね、管理をしました。ただピルって1ヶ月、2ヶ月かかってたんだっけかな、もう その1セット3000円くらいするんだっけかな、確か。なので、その当時ね、高くてっていうか、もう結構大変なわけですよ。高校生なのに、バイトはしてたけど、そういうピルのお金で使ってたりっていうのがあったんですけど、ただ重たくて苦しいっていうよりは使った方がいいかなって思って使ってました。結構ずっと23C くらいまでピルを飲み続けてたんですけど、そろそろいいかなって思ってやめて、でそしたらやめてもそのピルの効果があったのかどうなのかわからないんですが、生理もほぼほぼ予定通りに来ますし、出血量っていうのもないですし、お腹の痛みっていうのもなくて、本当にピルを飲んでた時とほぼ変わらない状態でいることができたんですよ。あ、なんだよかったって思って過ごしてました。怪我をしてもほぼ予定通りに生理は来ます。出血量もそんなに多くはないというか、そのピルを飲んでた時と変わらない感じだし、お腹の痛みっていうのは下半身麻痺
で麻痺なのでわからないんですが、まあ、今再生医療をこう行っている中でだんだん最近生理痛が出てきたっていうのはまあいいような悩みなのかな。ただ血の量っていうのは あまり変わらなくて、終わる期間っていうのも結構早めに終わります。私は、まあ、前の動画でも言ったんですけど、生理になったら私はタンポンで、管理をしています。もう基本この紫色のさ、容量多いタイプで管理することが多いかな。ナプキンありますね。ナプキンは使いません。まあ、普段から尿取りパッドを使っていて、尿取りパッドがナプキンの代わりになるっちゃなるんですけど、やっぱり吸収する成分というかそれが違うので、正直言えば尿取りパッドに経血っていうのはあまり吸わないんじゃないかな。やっぱナプキンよりは吸わないです。まあだから尿取りパッドをナプキン代わりにしてる方々もたくさんいらっしゃいますが、私はそれと別にタンポンをつけてます。尿取りパッドつけてタンポンするっていう感じですね。まあ、なぜかっていうと、やっぱり尿が常に漏れてるわけではなくて、トイレに例えば3時間おきにトイレに行きます。これだとどの、まあ、夜用とかだったりするので3時間に1回は買えないんですよね、私タンポンを。だからその時に尿取りパッドにも尿がついてないのに、尿取りパッドには尿が、出てなくて漏れてなくて、でもそれでも血がちょっとついたら交換しなきゃいけないなって思っちゃうんですよ、私は。だからそれが嫌だから、血は血でちゃんと止めて、尿取りパッドは尿取りパッドで使ってっていうことをやっています。ただこのタンポンのデメリットっていうのは、この中がプラスチックなんですよね。このプラスチックを膣の中に刺してっていう、その行為が膣を傷つけてしまうって言われてるんです。だから感覚ないからこそより危険というか傷つきやすい。でましてや介助者の人ですね、私は自分で入れれるけど入れてもらわなきゃいけないっていう手の障害とかある人たちにとっては、やっぱり他人からタンポン入れられるって怖いわけですよ。だからそういう部分では障害の人がタンポンを使うのはちょっと大変かな。でもやっぱり便利だなって思います。ただ尿を漏らした時、タンポンが尿を吸っちゃうんですよね。なので吸った尿が逆に膣の中に溜まってしまう、タンポンに尿がギュッと溜まっちゃって膣の中で膨れてるっていうこともあるので、それはなんか結構衛生的に良くないなぁなんて思ったりしてます。で、その中でちょっとふと思ったのが、月経カップっていうのがあるんですけど、これを使えないかなって思ったんです。でも月経カップって、使ってる人に聞いたら、普通のね障害ない人に聞いたら、入れ方が結構大変で、しっかりフィットさせるのが大変だっていうのがあったり、取り出す時もちょっとめんどくさい。一日つけてられるので、だいたい取り出す時にお風呂で取って、お風呂にもうジャーって洗うんですけど、その後煮沸しないと菌が消えないっていうことがあって、まあ、一日つけておけば楽なんだけど、その後の衛生管理っていうのが大変だっていうので、ちょっと諦めて使うのをやめました。もう一つミレーナというものがあります。結構話題になっているので知ってる方も多いかなと思うんですが、子宮の中にこういう T 字のね器具を入れることによって、例えば避妊であったり、あとは月経痛が辛い方、出血が多い方などなどに効果的なものになります。なので血栓ができやすくて、車椅子の人たちってあんまりこうピルをね飲めない人が多いんですが、そういう方にもとても便利なものです。で、入れてしまえば、5年間は外さなくていいというものになります。全員が全員つけれるわけじゃなくて、一応事前に検査はあるんですけど、それをクリアすることで、まずはその月経痛がね、さっき言ったように辛くて困る方、あと量が多い方、あとは月経前に調子が悪くなって困る方であったり、そういう方におすすめです。またそのミレーナをつけることによって、まあ、量が減ったりね、するので生理期間っていうのも短くはなるんですが、全員が全員じゃないけ
と生理が来ないっていう方もいらっしゃるそうです。避妊のための費用は保険適用になってなくて自己負担が3万円かかるそうなんですが、まあでも3万円で5年間、まあそのものが装着できる。で、あとは月経困難症の方でちゃんと認められた方は保険適用になるので、5年間で約1万円でね、1万円でミレーナを装着することができます。まあ、ただその排卵もするし受精も一応するんですけど、着床しないっていうことなので、一応その生理のこう動き的なもの、排卵みたいなものはあるので、こう排卵をすることによって、排卵痛であったりちょっと具合が悪くなる人にとってはちょっと影響はまだあるらしいんですが、それでもやっぱりミレーナをつける前とつけた後では生理の管理、生理の辛さっていうのを緩和できるそうなので、車椅子ユーザーの女性の方で生理の管理が大変なんだよ、生理しんどいんだよっていう方は産婦人科に行ってミレーナをちょっと相談してみてください。産婦人科に行くっていうことだけで私も抵抗感がありました。なんか悪いことしてるのかなっていうか、恥ずかしいことなのかな、ましてや内診ってね、お股を開いて検査されるのなんて恥ずかしいわけですよ。しかも男性のお医者さんもたくさんいらっしゃるし、まあ、女性のねお医者さんのところに行けるのであれば一番だとは思うんですけど、でもやっぱりこうしんどいことを解決するためにはちょっとそこは勇気を持ってまず産婦人科に行ってミレーナの相談をしてみてください。であと吸水ショーツとかっていうのもあるんですが、まあ、吸水ショーツの場合はまあ排泄障害がある車椅子ユーザーの人にとってはちょっと使うのは難しいのかなと正直思います。生理の悩みって広がってはあるけど理解されてないこともたくさんありますが、自分で抱え込まずに、まあ、YouTube でもいろいろ生理について発信されてる方もいらっしゃいますし、メッセージとかでも私にでも分かることであればお答えするので、一人で抱え込まずにまずは誰かに相談してみてください。きっといい解決方法が見つかるかもしれないです。車椅子の人だけじゃなくて、女性にとって生理って結構大きな問題で、それこそお金かかることであったりっていうのもあって、ナプキンを使い回ししなきゃいけないっていうような現実があったりします。なので女性だけの話とは捉えずに、動画を見てる男性陣の方々、心の中で理解するっていうことが大切だなと思っていますので、ぜひ皆さん生理についてもう少し知っていただけたら嬉しいです。はい、ということでこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。